久野公平は、日本のテレビドラマ及びラジオドラマの演出家、ディレクター、福岡県出身、九州大学卒業後、ラジオ九州に入社し、ラジオドラマのディレクターとして活躍、魚と走る時などを担当した。また、中村一郎で劇作家として駆け出しだった寺山修司を見出した人物でもある。その後、テレビドラマでも活躍し、特に、 東芝日曜劇場や近鉄金曜劇場など TBS 系列に全国放送された RKB 制作の単発ドラマを数多く演出。死ぬほど会いたい、一人っ子、山ほどとぎず欲しいまま、海より、深き、目撃者といったテレビ創世期の名作を生み出した。これらの作品で芸術祭賞などのテレビコンクールで多くの賞に輝いたことから、 芸術祭男の異名を取っていた。その後 RKB を退社して、1968年頃より日本教育テレビに移籍。ポーラ名作劇場を中心に担当し、俗、氷点、冬の花、優子、緑の夢を見ませんかなど多くの作品を手掛けた。1974年、幸福という名の不幸で芸術戦勝文部大臣賞を受賞。 1979年頃にテレビ朝日を退社。この頃、制作プロダクション PDS 設立に参加。以降、午後の恋人、性尿房、女の、舞、生きていく、私、小さな訪問者などを手掛ける。2010年1月1日に肺炎のため横浜市の病院で死去。ありがとうございます。